皆さんこんこにちは高町ジュニアスポーツ協会第2回研修会を兵庫教育大学大学院教授森田博之先生にお話しいただきました題としまして子どもたちのスポーツを通じた育成方法ぜひご家庭にも活用できる部分がたくさんありますので皆さんご覧くださいはい、えー、見えてますかね。 もしダメだだっったら言ってくださいあの先ほどふ藤田さんからタイトル言っていただきましたが、えー、この子どものスポーツをねこの私あごめんなさいあらこの言葉好きで自立ということと自立もう一つの、ね、自分を律すると自分で立つという2つ、ね、ここの部分って、えー、基本的にキーワードだろうと思います、ね、でそもそも、まあ、今日は時間の関係で話できませんが 教育として、まあ、特に学校にスポーツが入ってきたところはこの自立する子ども、ねえー、自分で判断して自分で考える子どもをスポーツっていう題材は一番まさに育む可能性があるんじゃなかろうかなというふうな注目のもとに、えー、イギリスにおいて今から150年ほど前です、ね、に初めて、えー、中学校 いわゆる国、ね、にスポーツが導入されていったとっいう経緯があります、はいでえー。今日お話ししたいことですが、2つです。1つは、えー、そこにありますが、人間がスポーツに関わると、ねえー、いうふうなことはどんなことなのかで、まあ、スポーツに関わってどんな人間ができるのかという,ふうなことを考えてほしいなと思います。でもちろん もうあのこれもお分かりの通り、うん、いいことばっかりじゃなくて悪いこともあるしですね、好とがあるので、もうつまり人間をいい人間作るとかですね、上でスポーツが万能薬ではないということもまあ一方で、と同時に、えー、スポーツは先ほどの教育として、まあ、スポーツに注目した150年ぐらい前のイギリスの、ね、部分にもあるんですがね。 今日的にも現在においてもスポーツって多くの子どもたちとか大人の興味関心をそそるということは、ね、何かいいものがあるから、ねえー、大人も勧めるし子どもも喜んである。でそのキーワードで、まあ、これもしかしたらご存知の方いるかもしれませんが上達の普遍的論理というのは1つちょっと今日頭の中に置いておいてくれたら嬉しいかと思います。まあ、もしあの後から興味ある方 えー、藤田さんにあのパワーポイントを、ねえー、渡しますのであの必要だったらまた資料等を、えー、入手してください、ね。この上達の普遍的論理っていうふうなことです。それと2点目、うんえー、とじゃあそういうふうにスポーツを捉えるならば大人として、まあ、指導者として親として子どものスポーツへどう関わったらいいのかを考えてほしいなということです。で1つは、まあ、ね 端的に書いてますが生活の子どもたちは、えー、まあ遊ぶ、ね、えー、ともゲームをする、じゅ勉強をする、ね、で家で家族で旅行するとか、そんなのも全部含めて、生活の中の1コマとして、スポーツの、ね、少年団活動だとか、えー、スポーツのサッカー活動、バスケ活動をしていると、ね、生活のあくまでも1コマという捉え方をやっぱりする必要があるという点。 でキーワードはそこにありますが、遊びというふうなこと。ねえー、まあ、いわば、我々大人もそうなんですが、ね、遊び心がないなっていう言い方をね、仕事してても言、ねえー、う人いると思うんですけど、ねえー、それって、い、ま、わ、あ、ば、いろんな意味での余裕です。ね、一生懸命であることは必要なんですが、ね、でも一方で、これ、わ、まあ、かりやすく言えば、命取られるわけじゃないよって。 でもこれってちゃんと真剣にやらないといけない。でも所詮は遊びなんだよっていうぐらいの、ね、関わり方を、ね、大人もしないといけないし子どもにもそのことを伝えないといけない。ね、で、えー、日本人はややもすれば遊びというのは悪いイメージを持っている。勉強しなさい、遊ばないでという言い方をするようになんですがそもそもいろんなふうに、ね、音楽をするのもそうですね。 本を読むのもそうねいろんな人間が編み出してきたものは遊びから生まれたとするとこの遊び心がすごい大事なんだということを、ねまあ「ホモ・ルーデンス」ていうのはまあこれ、えー、と学者がね今からもう100年以上前ですけど、うんえー、人間はね「ねホモ・サピエンス」って聞いたことあると思うんですが、ね、考える人。ね で、えー、ルーデンスっていうのは、まあ、遊ぶというね、えー、意味ですけど、だから遊ぶ人っていうふうなもの。で、大人はそのモデルに見本にならないといけないんですよということを、まあ、ちょっと伝えたいなと思っています。じゃあ、早速、えー、一つ目からいきたいと思います。ね。は、え、じ、ー、めにですけども、皆さんは、うん、子どもたちに、ね、運動スポーツ何を学ばせたいと。ね。あの 考えますか学んでほしいと、ね、親として指導者としてって、ね、あの対面でしたら、まあ、こう顔を見ながら当てれるんですがもう今日は一方的にすいませんがお話を、ね、させてもらいますが、ねえー、おそらく、うんまあうん、いろんなことが、ね、大人として、えー、あると思います。ねえー、でも皆さんあのこう考えてほしいんですけどね えー、自分の自身のこうスポーツをする経験を通して、ねえー、友達の大切さを学ぶためにサッカーを始めた、ね、あるいは、ねうん、人とつながること協調性社会性を身につけるためにサッカーをバスケをしたとかですね礼儀を学ぶために柔道をしたって、ね、いうふうなことは、ね、多分自分自身ではそんなことはなくてただ単にね まあいえば面白いから面白そうだから始めましたでその中で結果としていろんなものが学びましたっていうふうな状態だと思いますねそういう意味ではこれあの今日、えー、徹底してこう伝えたいところなんですが大人は妙に子どもたちの遊びであるねスタートのスポーツ運動を、ね、妙に教育とかしつけとかね。 で極論すれば忍耐とかね我慢とかそんなふうなことをもうたくさんね、えー、ひっつけながら教えようとね余計なお世話ですはっきり言えばね多分そんな指導者からね、えー、皆さんいい思いをしたことは多分ないはずでね機嫌よくね、えー、遊ばせてくれるでも <laughs> 今回のカーリングもそうですがねたかだか氷の上でね えー、まあああいうやつが動いててそれを遊んでるだけなんですよねでも、うん、機嫌よくお互いが相手もそうだし仲間も遊ぶためには普通にエチケットとマナーがいるよってそれだけで十分なんです、ねえー、それを必要以上にね、まあ、しつけだとかね、えー、まあ教育っていうふうなフレームをたくさんたくさん 引っ付けること自体がね、なんか硬苦しくて子供にとってはね、やらされるものになっていっているということはもう多くの人が指摘して,ているところです。ね、えー、まあ、人間って自分が子供時代に嫌だったことを全部忘れ、リアルには忘れちゃうので、大人になったらまたね、えー、今度は振り返ってみたらあのしんどかった嫌だったことはい,いいねいいんだって位置づけをして。 そして、また子どもにも繰り返しをさせている、ね、矛盾したところがたくさんあります。そういう意味で、まあ、あんまり学ばせたいなんて、はっきり言って、ね、力まないでくださいということを、ね、それともう一つ、そことも絡むんですがね、今度は、ね、まあ、教育というよりも、今度は過干渉というふうな状況ですね、スポーツをする光景を見渡して、ねえー、お父さん、お母さんがですね、うん もう誰が主役なのっていうのがわからないぐらい熱中して前線に出てきてねまあこれ指導者さん的にはね一番めんどくさい親ですけどね無関心も困るけどねえー、過,過干渉も困るねでうんある意味ねでも子ども自身が自分で考えようとするとすればもしかしたら無関心の方が罪はないかもしれませんねえー、過干渉はね これはよく言われることですが、で自分で考える機会をね、まあねまあいえー、奪ってしまうということもよくあるとおりです。ねまあ、今言いましたところですね、えー、いろんな思いを持ちつつ現実を見たら、<laughs> ねえーまあ、習い事を犯したと書いてますが、ねでえー、先ほど言いました、すぐに教えたがる親御さん、指導者さん。でえー、これは私たちの大学生もそうなんですが、で ちっちゃい頃からねクラブとか部活動とかを経験してきて大の大人になって、ね、自分でクラブを運営できない、ね、で大人もそうですね、えー、今地域でクラブをいろいろ立ち上げようなんていうふうなことあるけどまずすぐ指導者を、ね、欲しがる、ね、指導者がいないとできない、ね、でも、ね、最初の 導きは、まあ、少しはいるかもしれませんが、ねうん、いろんなルールを教わって自分らで、ねうん、試行錯誤しながら、ね、やっていくことって多分できるはずなんですが、ねまあまあ、正直なところオリンピックまで行くんでしたら、ね、専門的にちゃんと教わることは必要かもしれませんが、ねうん、自分たちで、ね。こう 判断をしたり自分たちで考えるというふうなところをやっぱり大事にすべきだと思います。ね、で、1、えーまあ、つ目の、ね、こうメインテーマに入っていきますが、ね、もうこれは十分ご存知と思いますが、スポーツって人間づくりに、ね、役立ちますよという言い方をよくします。ねえーまあ、スポーツは人間形成に寄与する、貢献するよって、ね、先ほど、まあ、そういう意味で力が入る方々が多いわけですが、ね。 えー、私もこれは否定はしませんがちょっと冷静な眼差しを向けてくださいとね、えー、かっこよく書きましたけど、ね、うん何かサッカーならサッカー野球なら野球バスケならバスケ柔道剣道、ね、ある自分の好きな対象に深く関わること、ね、一つのことに熱中することは <laughs>、ね、どういうことかってことです。ね、えーまあ 子どもも生活時間が24時間ありますけど、飯食って寝て、勉強してっていう時間を除いて、ねそれがね、それ以外が子どもたち大好きなサッカーをする、バスケをする、ね、っていうふうなことをやっていくと、ね、まあ、それってまあ一つは専門的で特殊な関わり方ですとなります、ね。つまりまあ学校で言えば、ね、私は理科が好きだって徹底的に理科だけをやるわけですよね。算数が好きだ、算数だけを、ね。 えーでまあ、そんなふうなことって、ね、ある意味、えー、一つのところにぎゅーっと、ね、特化してででこれは悪い意味じゃないですよ専門的特殊っていうのは、ねまあ、そういうことが、えー、実際に関わっていく、ねでえー、どうなるかといえば、ね、スポーツだったら適面なんですが体つきがその種目に応じた体になってきます。ね えー、まあ,あの、水泳の選手を見たらね、もうお分かりの通りり、ね、水泳を長らくしていけば、肩幅が広くて、ね、ぱっと見たら、水泳の選手だねって分かる、ねえー、そして動き方もそうですね、今度はね、うん、陸上の短距離の人の走りと、同じ走るのでもサッカーの人の走りは違います、バスケの人の走りとも。ね、で、さらには、我々こう見ていくと、野球の人たちの集まり。 サッカーの人たち、ね、とか武道の人たちで、ね、なんとなく大人の社会見てても分かるのは考え方も、ね、同じような人たちが集まってずっとそこにかん関われば関わるほど、ねまあ、言えば、ね、専門家特殊化していくということをまず冷静に捉えておく必要があるということです。ね、つまり、ね、徹底的に一つのことをやっていくということはね ある特殊な部分のところには非常にまあいえば専門的なところについてはギューンと伸びるっていうね。えー、で,でも一般的に、ね、我々が世間がよく言っている人間ができるっていうのは、ね、そういう意味ではまず、うん、一般レベルで理解している人間ができていくよっていう話と現実にいろいろやっていくと、ね、どんなふうな ことになっていくのかっていうと、こうちょっと、うん、冷静に区別して考えていく必要があるね。もちろんこの後話しますが、これ自体が悪いということではありませんね。我々は、えー、大人として仕事をしているときも皆さんそうだと思うんですが、自分の専門の分野があってそこで仕事をしていますね。なので、えー、同じ仕事の人たちばっかりが集まって会話するとやっぱり偏ります。 ねえー、当然です、ね、で,でもそのことはもちろん踏まえつつもでもいろんな業種の人たちと絡むためにはね同じ業種の人たちばっかりの会話ではあかんし考え方ではあかんよねってだからいろんな社会経験を積,積むべきですよねっていうことはよく言われる通りで、ねえー、今言ったことをちょっと表現変えましたからね。 スポーツ的身体はモロハの剣と書いていますね、えー。ある種目に打ち込めば打ち込むほど、それにすごい好都合な体が出来上がっていきます、ね。で、すなわち言い方を変えたら、他の種目とはかけ離れた体が出来上がっていくということです。これは考え方も体の見たくれも動きも全部そうです。ね、そういう意味では、ね。 必ずしもスポーツをすれば健康になるっていうふうなことは、ね、安易に考えるべきではないむしろ、ねえー、スポーツ選手が長くやってればやるほどみんな怪我が多いしどこかが持病が持ってる人多いのが分かると思うんです、ね、そういう意味では、ねうん、適,適度にやるということは健康的な一般的な健康には結びつくんですけど、ねえー、当然 徹底的に、ね、子ども時代にもそうですね多分子ども時代での、えー、やる量と大人でやる量は違いますので子ども時代にやる適切な範囲を超えた関わりを、ね、1種類だけでやっていくと当然弊害は出る、ね、もうお分かりますですで一方で、ね、スポーツともう一つ勉強というワードがあると思うんですがねこれももうお分かりでも1つ大好きなスポーツに打ち込めば打ち込むほど 当然ですけど、ね、勉強する時間とかその意欲の部分がちょっと離れていくこともこれ我々、ねえー、経験していると思います。ね、でこれが悪いわけではないんです。ねえー、現実としてこうね誰でもそうですが大好きな教科はガンガン勉強したら、ねえー、どんどん伸びていくし、ね、でも大嫌いな教科は放っておいて ね、勉強の中でもあることじゃあ今度スポーツっていう子どもにとって一番近づきやすいものそしてもう,、ね、もう一方では、ね、なるべくじゃあやりたくねえなっていう勉強を置いていくと、ね、片一方の比重が増えればいいほど24時間やる活動からしたら反対側の勉強はそ、ね、こから離れていくような、えーねえー、でよく大学生でスポーツ系の大学に授業に行くというんですが、ねえー、最初はね 文武両道っていう言葉がある通り、親からも勉強を、ね、しなさい、そして部活もしなさいって言われたよねって、ね、でもどっかから、ね、皆さんは、ねうん、大学でスポーツで入ってきた子たちに対象ですけどね、どっかで、ね、勉強から逃げる口実のために部活動を頑張ったと言います、言ってる自分がありませんでしたかって言います、私は。 ね、そうすると授業の終わりの書き物の中に、ね「えー、正直、えー、頭を殴られた気がします」っていうのが何十人も出てきます。ねえー、勉強もしなきゃいけないけどこれだけしんどいスポーツを頑張ってるんだからもうそっちはいいでしょって、ね、甘える自分が必ずいましたってでどっかから甘えではなくてもう、ね、勉強の方はもうしなくていいやって。 思うようになって今に至りますって、えー、いう言い方をもう正直ねあのもう大学名は言いませんが兵庫教育大学ではもちろんないです。<laughs> ね、あの関西でもね有名大学です、えー。まあ多くの普通に大学に、ねえー、入ったらすごいねって言われるライにもスポーツで入るとこありますからで、えー、そこの学生たちはやはりねでそういう意味では 大人もこの、ねうんえー、打ち込むことを一つのことにやることを全然ここにもありますが専念することはかまへんし、ね、だけどそれは他の可能性を排除するというか、ね、ことにもつながるんだという、ね、この両方を表と裏を意識しとくかしてないかで子どもたちにもそれはね えー、何年生で伝えるべきかはさておきですけど当然いろんな場を通じて伝えていく必要があるということです。ねえー、よくあの、うん、と最近こう、ね、少しなくなってきましたけどあの戦力外通告の男たちっていうプロ野球をクビになっちゃってっていうねあの突然ですね、まあ、シビアなプロの世界なのでって、えー、そういうふうなあのテレビ番組もありますがね あの長い人生の中で、ね、プロの人たち覚悟を決めてやってたはずの人たちであっても、ね、もう一回今度チャレンジをするために、ね、自分が持っている、ねえー、能力が一つのことだけであったら次のチャレンジまで非常に、ね、こう時間がかかるし、ねえー、ハードルが高い。でまあ、いつも、ね、もう少し、ね 読み書きぐらいちゃんとできるように文章ぐらい書けるようになってたらよかったなってね、笑いながらね、言ってるあの元選手もいますが、そういう風なところを、まず子どもたちに関わる大人が、まず <laughs> 賢く冷静に捉える必要があると思ってください。ね、<laughs> あの意外と私の個人的これは感覚ですが、子どもの教育、教育って言ってる人に限って、意外と えー、このね、うん、一つのことに専念することだけを「良し」としているね,ね、えー、っていうふうにまあ捉えてることもあるかもしれないなと思っています。<laughs> でそういう意味でこれは一つ今日ね是非皆さんに日頃の指導とか子どもたちに関わる上で考えてほしいんですけどね。 あのそういうしつけだとか忍耐だとかそんなものよりも大好きな遊びをする中で、ねえー、特に子どもが、ね、自分で学べるし学ばせた方がいいなっていうのは、ね、この上達の普遍的論理です。うんね <laughs> えー ちなみになんですが先ほどね大学生にもね一番スポーツで何目につきましたかって大学生に聞くとスポーツ系の大学生ですよ、えー、一番が我慢忍耐ですでも多分大人は指導者はそんなことを伝えたいと思ってないと思うんですが実際に指導の中で熱心に指導する中で伝わっていることはもうそれです1万、ね、多いんですよね えー、はっきり言えば、ねうん、楽しく、ね、いろんな活動をしたい遊びとしてまずスタートしたものがいつの間にか望ましくない、ね、そんなもの別にスポーツじゃなくて、ね、世の中は確かに理不尽もあるし、うん、我慢も忍耐も必要ですけどそれをスポーツとか、ねえー、運動で学ぶ必要があるのかって考えたらどう考えても誰でもノーというはずなんですが意外と。 冷静に捉えられない方も多いと思うので,、ねで、じゃあスポーツでは、ね、何っていうところが次です。えー、教育学者の斎藤隆といってあの、よくテレビにも、ね、出ますのであの、聞いたことあるかもしれませんが、がねえー、彼は東京大学出身で、えー、そしてテニスもかなりのレベルで頑張った人です。なので、スポーツに対して非常に、えー、好意的な。 あの書き物をしていますでそれは、えー、スポーツは、ね、上達の普遍的でつまり人間が何でも仕事もそうだし、えー、なんか上手くなることの、ね、自分なりのやり方、ね、でうこうやっていったら、ね、上手くなるんだみたいなのを、ま、体で学ぶには最適なんだという言い方をします。でどういうういことかとか例えば私たちは ね、よくすぐに根気なくやめる子どもたちがいるとかねえー、なんていう心配状況をよく聞くと思います。で、えー、それはなぜなのかといえばそういう子たちって、ね、例えばスポーツをやってきてることが,、ね、ここがよく重宝されるのは世の中で、えー、何か取り組んで仕事もそうですけどやっていて今は分からないけどこの歩みを。 努力を止めなかったらいずれギュッと伸びるところがあるっていうことをまさに体で分かってるんです。ねえーね、心理学的には、ね、トラットといいますが伸びない時期って、ね、勉強でもそうだし運動も仕事もでもそこで努力をやめると取り組みをやめると完全に下がっていくんですがパフォーマンスは、ね。そこからね 試行錯誤しながら、ね、なんとか継続していくと、ある時に急にできるようになったり、ね、視野が広げたりする、ね。それって、まさにこの、ね、自分がうまくなるための経験をやっぱりちゃんとしていないから、すぐに諦めてしまうというふうなこともあります。でと同時に、やっぱりそれが今度は、今もっと大事なのはね、 人によってううくなるプロセスが違とということです、ね、勉強一つとってもそうなんですがコツコツ毎日予習復習をやるタイプの子がいてもいいし、ねえー、一方では、ねえー、勉強を、ね、集中型でもうねっとやる子がいてもいいし多分それぞれ自分の、ね、好みとやり方を模索しながら一番やりやすい 自分に合う方法は何っていうのを、ね、典型的に編み出すのが受験勉強です、ね、得意科目から、えー、伸ばしていく、ね、苦手科目は、えー、後回しという人もいるし逆もしかり、ね、でスポーツも考えていくと、ね、このそういう意味ではうまくなる場を、ね、そしていずれうまくなっていく、ね、これはあの当然震度の速い遅いはありますが。 でそれと自分なりのやり方を見つけるにはすごいいいよって、えー、彼がまあ言うことです。ね、で、えー、彼はまあそういう意味では、ね、その上達の普遍的な自分なりのやり方の習得はやはり多くの人によって勉強ももちろん、ね、受験勉強もこの上達の普遍的論理を学ぶ、ね、これは勉強のやり方から世の中のね いろんな仕事の仕方もそうだし、ね、なんですが、それよりも、まあ、スポーツは、ね、やっぱりすごく分かりやすいという言い方をしますね。ね実感しやすいし、ね、勉強の能力が上がるというよりも、ね、スポーツである特殊な能力が上がる方,の方が分かりやすい、ね。そういう意味では、ねこう、普遍的というのは他にも共通するということなんですが、ね、スポーツで えー、自分で考えていろんな取り組みをしていくだからこそいまだにこれもいいかどうかは別ですけど会社では運動とかスポーツをやった人が積極的に、ね、登用されるのは、ね、特に大企業とかは多いですよね。それってやはり自分のスタイルっていうのをこれはプレーでもそうですけど、ね、あるいは練習の仕方自分なりのスタイルを身につけていく。 といいいうふううにに捉えて、えー、いるんじゃななかかろうかなというふうに思われますそういう意味で、えー、子どもたちを教える場合にも、ねえー、みんな一緒のやり方で同じんなしパターンで練習、ね、よりも自分で考えて、ね、子どもたちにもこんなのもあるよあんなのもあるよっていうような提示をうまくしながらで自分で1年生は1年生なりに2年生は2年生なりに、ね、6年生は 6, 6年生なりに 多分分このの自分なりのやりや方っていうのがありますうちの私の子供もそうでしたが、ねえー、私は子供たちはサッカーの素敵な指導者に巡り合って、ねえー、機嫌よく小学校、中学校を過ごしましたが、ねあの、やはり長男の上手くなり方と次男のやり方は全く違います。でもね えー、自分で考えることをすごく許してくれたので、ね、長男は頭から入るタイプでしたね。うん、知識をでたくさん。で次男は、ねえー、映像を見ながらそれを全部自分でトライしながら、ね、そして、えー、毎日誰に言われるわけじゃないけど、リフティングの数はとんでもないぐらいまで行、ねえー、くようになりました。でそう考えてくると、ねまあ 人によってこの自分なりのやり方は違うしまあでそれが、ね、多分大人になってからもまあ生きているんだろうなと、ねえー、で2人とも順調満帆かどうかはさておきなんです正直なところねでも、えー、親的に見てもあそれぞれがやっぱり自分なりのいろんなものの考え方取り組み方っていうのはまあ一つね スポーツの中でいろんな仲間、指導者と関わった中で身についていったんだろうなとね、ね、えー、残念ながら親というのは基本的には、ねえー、甘いしね、ね、えー、厳しいようで甘いし、ひいしている部分がありますがね、ねやっぱりそういう意味では人に教わって、えーでえー、機嫌よくこう取り組ましてくれている大人との出会いが大事かと思います。はい でじゃあそんなふうにスポーツのこう、ねうん、良さとそして、えー、上達の雰囲気の理なんていうふうなものをこう、ね、考えると、ね、まさに私は自分作りというふうに言いますが、ね、子どものスポーツをが自分を作れるようにするためにはどうしたらいいのかと大人として、ねでえーまあ、さっきも言いましたもう、ねここはね、子どものスポーツの現実はもう書いてる通りです。ね ね、あのはいで、えー、少しあの視点を変えてね少し今皆さん教会にジュニアスポーツ協会に入っていて、えー、いわゆるまあ種目のサークルというふうなねクラブみたいなものが、えーえー、あると思うんですがちょっとそこについて考え直しをね少ししてもらえたらと思ってえっ、ー、と もうお亡くなりになった先生なんですが、スポーツ社会学の先生で荒井先生という先生が、スポーツ空間論という考え方でスポーツをこう把握します。で、我々がさっきも生活の中でスポーツをするというのは、ね、ある空間を移動することだと。大人も子どももですね。で、キーワードは実社会、コートの中、コートの外と、ね。で、えー、コートというのは、まあ一応、 一般的にテニスコートって持ってもらったらいいので、コートと。ですので、サッカーだったらピッチでいいと思います。体育館だったらフロア。で、ブドウ場、ね、剣道柔道だったら武道場の中外っていうふうに捉えてください。ね、で、えー、ちょっとね、よいしょ。ね、あの、荒井先生は、 3つの層でちょっとと考えようとしますまず一番外側は、ね、実社会といってスポーツ以外だと思ってください。まあ、会社に行ったりそしてえ学校に行ったり家庭でえ生活したりするスポーツ以外のまあものを実社会と。でその中でえ本当はスポーツってこんなにえ2つの20円は大きくないんですが、まあ、説明のために大きめにしていますが、ね。 その実社会人間が生きる全部の縁の中のある部分をこのコートの外ねが占め,めていますよとでこの20円がスポーツをする空間ですとねを楽しむで、えー、じゃあこのコートの中と外何っていうことなんですがね,ね我々は、えー、例えば、うん、そうですね会社終わって大人だったらね、えー、スポーツ クラブに例えばですね、まあ、高町にはなかなかないかもしれませんが、でも例えばみんなで大人が集まってサッカーを楽しもうよっつってね、えー、夕方に集まってきて、えー、グラウンドに来てね、ねそして続いてね、ねこのコートの中っていうのは、いわゆるし練習したり試合をしたりする一定のルールの中でこう動いてる場面だと思ってた、試合するところ、練習するところ。で、えー このグリーンのところが一番メインなわけですが、会社終わって、そしてこうスポーツ空間に入っていくときに、この間のコートの外っていうのがあるでしょって、彼はね言うわけです。で、ここも大事なんですよと、私も若い頃は何を言ってるのか分からなかったんですが、具体的には例えば着替えをして、ベンチに座ってねスパイクを履いたり。 で仕事の話、ね昨日オリンピックの話、会社でのストレス溜まった話なんかを、ね、こう準備しながら、ねえーこうね、で民間のスポーツクラブでしたらロッカーラウンドでいろいろ話をしてい、ね、ろんなあのこう社会で生きている人たち同士がしがスポーツクラブの中に入ってくる、ね、その場がコートの外だと思ってください。 でそこからじゃあぼちぼち始めようかってって練習に入るんですがで今度終わったらねお分かりの通り今度はまたね終わったらお疲れって言ってまた着替えたりね片付けをしたりね、えー、そしてでもちょっと今日時間あるし一杯引っ掛けていこうよとかねビールでも行きましょうかとか女性ね とか高齢者でね、ったらグランドゴルフ終わったら朝ね、モーニング行きましょうかなんていうのもコートの外空間だと思ってください。で、ね、意外と終わったら日本人ってこうね、世界的にもそうなんですが、スポーツ終わった後飲食するっていうのは結構多いんです。ね、で、そういう意味で、このコートの外っていうのを意外とやってるけど意識してないよねって、これもで、ね、も彼はスポーツをね、楽しむ空間、時間としてちゃんと置いときますよって。 でまあ、もちろんですけど終わったら自分の今度家庭に戻っていったりしてそしてまた翌日同じようなサイクルでこういうふうに回っていくよっていう言い方をしています。で、えー、彼は、ね、こ,っちかよいしょこのコートのそ中、ね、で練習したり試合するっていうのはよく会社でも言いますが最近チームとして一定の えー、パフォーマンスとか業績を上げるためにみんなが、ねえー、固まってやるもちろん、ねえー、何らかのスポーツをやっている以上はここ必要なんですがここだけで人間が固まるだけじゃなくてこの外の、ね、部分って大事ですよって、ね、先ほど言ったら、ね、自分のサッカーとかバスケの仲間と。 練習場面が終わった後、試合とかが終わった後、またね、いろんな話をしたり、試合の前後もそうですね。で、えー、プライベートでも交流したりっていうふうなところって、コートの外で、意外にここが多様な人が、ね。ここではレギュラーとかレギュラーでないとか、いろんな役割がマネージャーとか分担されるんですが、ここでは1人の人間として言えば交流をするわけです。ね えー、多分皆さん大人なのでお分かりだと思うんですが年を取れば取るほどここの割合って多くなります、ねうん、いつまでも、ね、よくサッカーでも年、ね、取っても頑張ってサッカーを、ね、最近マス,ターでマスターズでやってる人いますが、ね、自分のゲームとかのパフォーマンスとかも,うもちろん大事なんですがこの仲間といろんな会話をして過ごすことが、ね、意味があるし。ね えー、大人は結構ここってもう実感するんですけどね。うん、でなので、例えば PTA でとかあと、えー、集落で、ね、なんかイベントやった後みんなお疲れ言って飲み会をするのはコートの外だと思ってください。ね、でここがあるから、まあ、やって面白いなという部分も含めて、ねね、でそれを彼は、まあね、チームワークを含み込んでクラブワークとね。ね こっちはだかから緩やかな,つながりですコートの外ははこっちは今度はね明確な役割分担があるんですがここではねもうみんないろんな、ね、人たちが絡みながら会話をする、ね、そういう意味では私はねあの、うん、このコートの外っていうのはこのジュニアスポーツ協会でいろんな職種種目の人たちが集うこと自体はねまずコートの外 空間を、ねまあえー、担保している意味,は意味があるでじゃあここでどうやって、ね、次やるんですけどねここって社交とか交流という考え方です、ね、つまり、ね、よくあの社交界ってなんかね加納、えーえー、姉妹じゃないですけどねよく何か言ってるなんて言ってますが、ね、社交界とか交流会っていうのはその具体的中身のところには、ね、ここのチームの には関わらないけどいろんな、まあ、世間話も含めていろんな情報交換をするお互いをこうね確認し合うみたいな場で我々は一般的にもそれがスポーツには非常に、ね、こう重要なもんだよと、ねえー、そんな風に捉えてもらったらと思います。ね、なんとなくだから一つの自分のクラブのところでも、ね、ここって大事だよってことです。ね で教会でではもっともっっととと大事ですよと、ね、だから、えー、練習をピリピリして試合をピリピリすること自体は構いませんし、ねまあ、もっと言えばピリピリじゃなくてドキドキハラハラ、ね、この後出てきますがね、まあ、この新井さんはね試合はやっぱりドキドキハラハラでもコートの外はねその緊張感をずっと持ってたらみんなしんどいですよやれやれ、ね、それは イライラした実社会から入ってきてやれやれ、ね、まあ、これで少し、ね、試合終わったともやれやれ、ね、っていうふうに考えてくると、この我々が生活する上で、このコートの外空間っていうのは、ね、自分の仕事の中でも名前でもし、家庭のメンバーでもない、違う人とやれやれを共有できる、非常に、ね、貴重な時間空間だと捉えてください。 であのただところがなんですが先ほどに妙に教育熱心な日本という言い方をしましたが、ね、このコートの外っていうね空間は日本人は本当に子供には、えー、なかなか設定することはしません大人は結構やりますし大学生からはねもう教育というよりも自分たちでやるんでねまあでも 上手にできなくてはちゃめちゃでね昔は最近殴りますけど大学生アルコール中毒がクラブの飲み会で出ましたなんてよく聞いたと思うんですが、ねまあ、正直ここの部分ですでなぜなら大学生が急にはっちゃけるのは小学校中学校高校とここは教育としては認められないので、ね、飲食をしたり無駄話を世間話をすることは教育としては無駄なので だから部活動では、無駄話せんとさっさと練習しろ。ね、部活終わったら、ね、マックに寄るな、コンビニに寄るな、とっとと帰れ。ねうんえー、でも、大人と同じように子どもたちも本当は、ね、ゆっくりとやれやれの空間を過ごしたいんだけど、ね、それが保障されないまま大人になります。そして、大人で一番元気のある、許される大学生になったら、ね、ここが爆発する。ね そう考えるとね、うん、もうすごく理解しやすいし、で海外はちっちゃい頃から子が本当に多いんですよ。私も、ねえー、学生を連れて遠征に行った時にに、ね、初めて分かりましたが、ねこううん、多種目の人と同じクラブハウスで、ねえー、私は、ねえー、と大学のソフトボールで、えー、とニュージーランドに行った時ですけど、ね、ちっちゃい頃から、ね、子どもたちが、まああのー ソフトボールをねやる環境はもちろんですが当日ジャパンの大学生が試合しているその後ろでお父さんがやっているそのちっちゃいところで子どもたちがやっているそして昼間は、ね、ランチが真ん中の建物でクラブハウスで、うん、荒っぽい、ね、ランチですけど、えー、おもてなしがあるんですが、ね、試合しているソフトボーラーのニュージーランダーは、えー、あんまり動いてなくてやってくれてるのは、ねえー、またいかつい。 えー、大男でしたでホットドッグみたいなのをねこう作ってくれたんですが、えー、野菜を切ってそれは、えー、ラグビーの人たちでしたつまりね聞くと「なんでなの?」ってソフトボールの人じゃないのにっつったら、ね「今日はソフトボールの、ねえー、試合を、ね、我々がねこ、えー、ったらサポートしてるね で今度は逆ラグビーのそういうイベントがあっている時はソフトボールのメンバーがこうやって、ね、手伝いをするんだってで子どもたちも、ね、ちっちゃい頃からそういう人たちの交流で異年齢もそう、ね、だから真っ昼間から、ね、不謹慎かもしれないけどもう平気でビール飲んでる、ねえー、大人で子どもを、ね、いじっている親もおるしだけどそんなのが当たり前の空間の中で子どもたちは過ごしているから、ね。 別にスポーツに必要以上に、ね、教育性を持ち込んでいないわけです。ね、で,でも当然、人に迷惑をかけちゃいけないことはちゃんと言っているし、ね、それだけでいいじゃないって、ね、そういう意味でまさにあのこう部活動ではない、ね、小学校の時代、ね、ここのコートの素を上手にやってやってください。ぜひお願いします。あの一,文一 1>, えね、1分1秒を、ね、練習時間に費やしてなんて考えること自体が先ほどの、ねえー、凝り固まった大人であるし、ねえー、自分でいろんなことができない子どもになる可能性もあると思ってもらってもいいかもしれません。ね、今言ったことを、ね、こう書いてるところですが、ねまあ、ある意味チームという言い方を日本はよくしますが、ね、チームのところも含みながらクラブと、ね。 でえー、コートの先っ言った外を大事にしてほしい。ね、なのでチームの他に何ができるかっていう言い方をよくするんですが、ねえー、それってもうあの業績主義のパターンです。ね、でもクラブってその業績を上げるためだけに参加している人だけじゃないですよ。ね、もうお分かりの通りなんですが、ね、あのこの後も見せますが、ねうん、うちの大学生もそうです。えー 私、えーと、ソフトボール部をね、えー、最近は行けてないですけどよく見てる中である男子学生がねレギュラーではないでも練習には来てるでもそんなに上手くなりたいという感じの努力はしていないでも、うん、あの迷惑にはなってない誰にもねでその中でね、うん、聞いたことあります「うまいさ」触って、えー「試合に出たいと思わないの?」って言ったらねまあ本人言いました。ね あのまあ、出れたらありがたいけど、ね、僕はこの仲間と、ねまあ、会話をしたりいろんなことをするのが僕は楽しいからこのクラブを選びました。ね、なので、まあ、ソフトボールは嫌いではないですけど仲間と一緒にいたいんですってで、まあ、それを実行しているかのことと彼は、ねえー、飲み会では、ね、イベント、ねえー、ではもう一番いい仕事をするんです。 でそれってコートの外ではっきり言ってソフトボールのパフォーマンスには何の貢献もないですが、ね、でもこう,そういう人たちも、ねうん、排他的にしない、ね、除外しないで、まあ、それは悪いことじゃないなと、ね、でそういう人が入ってこれる、ねえーでえーね、そんなふうなこう考え方で考えると大人も。 もちろんです子どもはもちろんですがね,、えー、ね、スポーツを、そのスポーツを愛好する同じ人、もちろん温度差はあるんですよ、ねうん、愛好者でもね。ねでも、それを前提としながら、コートの外をもう少し、ね、身を向けてほしいなと。で、先ほど、まあ、あのスポーツをしている人、ねえー、はっていう言い方を、ね、あの重宝されるという言い方もしましたが、ね、 えー、このクラブの中でこそ、ね、いろんな人間がいて、ね、でだからその中でのやり取りとかの中でまさに自分のスタンスだとか、ねえー、自分の身の程を知るのも全部そうですいろんなね、同じ温度の人ばっかりで同じ思考性の人ばっかりが集まった中でなされる人間形成はさっきあったように、ね、かなり偏ります。 でせいぜいあるのはね、うん、えー、まあ、同じ穴のね、無地なの人たちの集まりでも、もちろん無意味とは言いませんが、ね、本当に広く社会に共通してって考えると、このね、閉鎖的なクラブではないそういうこういう開放的なクラブを作っていくことがね、必要かなと、えー、思います。そういう意味でね、チームワークだけではクラブワークとっていうね。 はい、でちなみにちょっとあとね、えー、ごめんなさい10分ぐらいで終わりたいと思いますが、ね、ちょっとこれ見てくださいあ,のある教育社会学の先生の全国的調査なんですが、えー、10年ほど前に中学生高校生に聞きました、まあ、いわゆる中高生ねクラブ部活をしているんで楽しみしていることは何って上下同じものが入りますねちょっと想像してみてください何でしょう もしよかったら会長さんいかがでしょうかどれか一番中高生が楽しみしている一番多いのは何だと思いますかどうでしょう名刺割りのの会話ああそうですねそれが あもうね、そういうふうに答えていただいた方はあんまり今までいないんですよ。学校の先生とかスポーツ指導者の多くに聞くと、ねえー、一番多いのは試合発表、まあ、これ文化系もあるのでコンクールとか発表会対外試合っていうのが 40%37%、ね、だって、ね、いう言い方をするんですが、ね、今加藤さん言ってくれたようにこんな結果です上下一緒で。 えーまあね、試合やコンクールという自分たちのパフォーマンスを試す割合、ねまあ、これ、ね、あの平均的な値なんで、もちろん、えー、違う地域もあってもいいんですが、ね、意外に高くないということなんです。で先ほどあった、ね、コートの外での、ね、おしゃべり、ねまあ、練習、試合前後のおしゃべりというのが意外に高い。そして日々 普通に練習を活動多分これって、ね、自分たちで多分部活動なので学校の教科の授業を開放されて、ね、好きなサッカーをする好きな野球をするっていうここだろうと思います。ねね、でこれを見て指導者さんが多くのスポーツ少年団の指導者さんにも答えると「真ん中がこんなに低いのは心折れるわ」ってね小学生もこんなんかなって。 言われるんですが、ね、あの正直これを見て、ね、多分これと同じようなことを私数年前高町でねスポーツ計画を作る時にいましたがほとんど高千穂も同じ状態でした。ねえー、意外にもう今や子どもたちもうなぜならもう本気で気合入れてやるには別の、ね、覚悟した道をがあって全員がそれを望んでいる、ね。 えー、時代じゃなくなくったってことこです、ね、昭和の時代はここ高かったはずです、試合コンクールは。でも今は、ねうんえー、これはまああればいいけど、ね、もうまさに日頃の活動や、日頃の付、ま、加、あ、的な、おまけ的な活動の方が、ねえー、まさに活動そのものより通した人間関係にと書いてますが、と捉えてくれたらと思います。はい でえー、少しちょっとまとめ的に入りますが、ね、なぜ日本人はニュースに楽しめないのか,か、ね、最初から言いましたように、まあ、妙にこの青で書きましたが、教育、教育、ね、規律、ね、これも、ね、中学校に入ったらまた部活動、これがまた嫌なぐらい入っていくんですよ。うんねまあ、ここも次の、ね、課題なんですけど、ねえーで、協力とか社会性、ね、忍耐、ねえーで。それって 本当にスポーツでわざわざ学ばさないいけない内容ですかって逆にスポーツが僕喋れるとしたらサッカーがバスケが喋れるとしたらそんな風に使わんといてえなって俺らつらいわってねねで多分言うと思いますなぜならボール蹴って楽しいやんバットとねボール投げて楽しいやんってそれだけで十分で、ね、でもみんなが楽しむためにはエチケットマナーはいるよねって 遊びはそんなもんでしょっていうだけでいいはずなんですけどねだから大抵ね、えー、こういう指導を、ね、目にするとね、うん、なんか全時代的だなっていう人もいるかもしれませんがちょっとここら辺をね、まあ、過去は過去としてでそういう時代が日本にもあったしそれがよしだったんですけど今の時代はもうこれ絶対にノーです、うん、求められていないなので ね、そこをこう大人が変わっていかないといけないしまあ正直子供の方はそこをうまくねスルーしていますけどね指導者の前ではこれもよくありますが「はい」って言いながら後ろでもうみんなベロ出しますけどねうんねまあそんなね逆に言えば裏表のある子もを作るのも嫌なことですからねちょっと大人がうーん考え直しをする必要があるかなとで、えー、先ほど遊びと言いましたがね「所詮は」と書きましたが遊びって ね、本当に自分で学んでいくと大事だねいろんな学びがあるよって教わると次ちょっと出てくるんですけどね,ね、えー、多分地域で学ぶことって学校以上に大きいのは、まあ、かっこいい言い方しますが、ね、学習って学ぶ最近もだから教えるという言い方をあまりしません、うん、なぜなら教えるっていうのは、ね、大人が指導者が持っていることを ね、伝授するということなんですがもう今やスポーツもそうですで、えー、大人が持っている技能や知識よりも子どもがネットで見たり子どもがちょっと面白おかしくやってる動きの方が素晴らしい場合がたくさんあります、ね、でも大人からしたら尺に触るんですよね,、うん、ねなので、えー、権威的にそれを無理やり教えようとするんですがで子どもたちって そんなことよりもね、ねまさに自分で学べるような場にしてあげたら勝手に学ぶよって。でもと同時に、もう今日学びたくなかったらね、帰っていいよっていうふうに言ってあげる余裕も必要なんです。か遊びたくないっていうのに、ね、遊べっていうのはおかしい話なんです。ねえー、そういう意味ではね、 うん、なんか無理やり遊びたくない子に無理やり遊びなさいっていう風なのね、えー、まあ勉強したくない子に勉強しなさいはもうこれ世の中ではねもう仕方ないんですけど遊びたくない子に遊びなさいっていうのは別に言う必要はないそれと同じようなことをやっているでまあそういう意味では子どもたちが学ぶのはねこうなんか文化的共同体に実践的に参加し新参者から古参者へと、ねまあ、つまり 単純に言えばね、素敵な指導者、ね、の、えー、あるいは、えー、コーチあるいは、ねえー、大人がいる、うん、そのサッカーをみんなで楽しんでいる場に参加して、ね、1年生から、ね、どんどん上がって6年生とか、ねまあ、大体4年生ぐらいからだと思いますがちょっとずつ大人になっていってで下が入ってきたらそれなりに自分で変わっていく、ねでうん。まさに 自分で学んで自分なりの多分、うんねえー、1個年取ったら自分なりに変わっていくし自分で考えていきます、ねえー、そういうプロセスが状況主義的学習論って、えーね、でそういう意味では学んでいって継ぐのはその環境の中でどうやって自分は、ね、振る舞うのかどうやって自分は動いたらいいのか。で だからこそスポーツが、ねえー、まさにいい仲間といい指導者といい雰囲気で出来上がっている場に自分が入っていくとたくさんのいい学びがあるんですが、ね、何も教わらなくてもです。うんえー、逆であったら、まあ、望ましくないスポーツのイメージも学ばれていくこともお分かりだと思います。はい、ねえー まあちょっとねそういう意味では子どものモデルとして大人とか指導者がね、えー、まさに、うん、教えてやるじゃなくて一緒にサッカーを楽しむね、えー、で親が別に参画しろとは言わないですがね優しい温かい眼差しで見守るだけで十分ですねえー、で求められたらね 登場すればい,いです親もね指導者も基本的にはそうだからね指導者が本当に面白いよっていうことをね体で示していくと子どもたちはその通りね,ねでまた自分のクラブをまた教えていこうかなって思うんですけど、ね、よく分かると思うんですが中学校にもうゴリゴリしごかれた、ねえー、生徒は高校でやらないとかっていうのをよくねこれ聞くと思うんですが。 まあそういう意味では、ねえー、ある期間は子どもが我慢しますが、その部分がなくなると、ね、やっぱりモデルには悪いモデルとして位置づくと、まあ、継続性にもつながらないと捉えてください。ねはい、で、えーまあ、終わりにですね、まあ、もう先ほど言いましたが、ねでえー、大人自身がスポーツを遊んでいる、あるいはスポーツで遊んでいる姿をね、うん、あの多分これって、だから技能を。 を示せといいうつもりはないですで、ね、一緒に、ね、もういろんな子がいる中でいろんな仲間がいる中で、ね、ニコニコしてやっている姿を見ていくとああねバスケって面白いんだなって、ねうん、でサッカーって面白いんだなーバレエって面白いんだなっていうふうに考えられるんじゃないかなと思います。そそれと,、ねえー、と一方ではは、ね、のためには 教えすぎないいでください自分で工夫考えるそれが多分自立自分で立つことにで、うん、すぐに日本人は教えたがります僕自身もありますね待つのがすごい不安なんですよ、ねえー、間が持たないし、ね、でも、うん、遊ぶで、ね、ゲームもそうなんですがあのいわゆるねゲームテレビゲームって言いませんが今ねゲームも あれ教わってやっててやないいの皆さんお分かりだと思います自分で試行錯誤してここにこういうなんか仕掛けがあるからこうするって自分で考えながら、ね、で人と会話しながらあそうなんて、ね、であの発想を取り入れていくとスポーツももうおそらく全然違ってくるんだろうなと、ねえー、私卓球もするんですが、ねまあ、もう卓球もソフトも私がプレーをしてた頃 とは全く違う感覚でもうやらないと今はもう用具も違いますしねでもねいつまでも古い考え方でね、えー、押し通す人もいらっしゃいますが分からないことは分からない、ね、で一緒に考えようよっていうやっぱりゆったりした余裕がある人がいい指導者ですし、うんね、やっぱりいい指導者って言われる人はね うんえー、そういうところが、うん、皆さんねなんとなくわかるんじゃないかなと思います。それとね、えー、最後にですねあ最後のね、えー、っと今回ジュニアスポーツ協会のお話なんですが、ねえー、今日のお話は、ね、ここにも書いてる通り、えー、皆さんのサークルが一人一人所属しているので、ねまあ、一人一人のサークルの実践 あるいは指導者、大人の関わりが望ましいのは、えー、ちょっともう一回考えてほしいのもあるんですけど、教会ととしてて、ね、他のの団体の活動にも関心を向けいいく必要があると思います、ね、それが最近かっこよくば組織としてのガバナンスというね、まあこれ、もう、あのー、今年からスポーツ少年団の、うんえー、高知研修会では、このことが相当言われ始めました。ねえーまあ、言えば どっかの段が、ね、サークル例えばバスケサッカー、ねえー、野球どっかが、ねえー、望ましくないことをしたらスポーツ少年団全体の、ね、品位が下がるしあるいはそういう厳しい目が、えー、世間から注がれます、ね、だったら、ね、なぜ分かっていても放置していたんですかっていうふうなことにも当然なってくるし、ね、これは。 あのスポーツがそれだけ良くも悪くも注目されるからです。ね、で、えー、正直なところ、ね、行政からもそうですが、ねえー、いろんなサポートを受けているそれのためには教会としてまさに教会が実質的に自立して、ね、望ましい活動をできるように、ね。 えー、していいいいかないといけなとけ、まあ、そのためにこういう研修会があることも事実なんですが、ねうん、あの隣の団体の話は、まあ、ちょっと気になるなと思いながら、ね、放置しておくんじゃなくてやはり、ねえー、最後に書いてますが、ね、少子化の時代で、ねえー、2週間ぐらい前に教育長さんと、えー、お話しした時に今年の出生高千は。 かな去年かな60人台になっちゃったっていうのを聞いていますで、えー、前の教育長さんと56年前に話した時は100人弱になったとだから、えー、すごいねこの高町自体のこの子どもの数の減り具合はね、えー、勢いですそういう意味ではもう自分のサークルだけがいいよとかっていう視点で考えていくとお互いがもう ね、えー、多分自滅していくと思いますそういう意味で、ね、このまあガバナンスという言い方でなくてもいいんですが高千穂全体の子どもを、ねうん、どういうふうに育てていくかっていう意識をねこう教会でも考えていただけたら、ね、うん、嬉しいかなと思いますで最後の最後にすいませんえー、っとこれはもう本当に強烈なお願いなんですが これももうご存知とは思うんですが、えー、とあの令和5年からですね、うん、ここに真ん中が出ますが、中学校の部活動が、えー、段階的に地域に、特に土日ですね、移行していくということをもうやりますと、ねえー、全国一斉ではないんですけど、やれるところからやってくださいと。 もう単純に言えば、ね、土日はもう原則、ねえー、部活動というよりも、ね、もっと言先生が学校の先生が参、えー、ったら、うん、ここに立ちますが携わる必要がないという捉えを、ね、明確に初めて国がしました。であの国ももうこれを出した以上もう元には戻らないと、えー、言っていると聞きました。ね あのい,いろんな議論はありますが、お、ね、そらくこういうふうに、まあ、土日、ね、を学校から切り離して、えー、スポーツ活動を中学校もしていくと考えると、ね、まさにそのジュニアの小学校の段階でどんな活動をしていたの、ね、どんな指導者が、ね、いるのというところ辺をジュニアスポーツ協会でこうちょっといろいろ、ね、考えながら、でこの 高調もこの部活動改革ってこの少子化の中でどうしていくかは本当に考えねばならないんですがねぜひ最後の最後のお願いですあの教育っていう領域は保守的なのでなかなか変わりませんねでも変わらないといけないとすればもうこういうねスポーツで今一生懸命動いておられる皆さんがね教育委員会をねいい意味でね刺激して 佐賀町どうすんねんっていうそのためにできることをやるよっていう動きをしてもらうことを強くお願いして、えー、私の話今日のを終わりたいと思います、えー。ありがとうございました。